全然火じゃなかった死ぬって言われたことよりも今回の騒動の方が精神的には追い込まれたね今までで一番一番一番群抜いて一番確かにその仕事全てが変わってしまいましたもんねん衝撃的でしたもんやっぱりあの会見見た時そうやろうね しかもあれを僕の中でうわーってなったのが会社が段取ったものではなく自分で発信してるっていうことがあの会見中に明らかになるじゃないですか最初は手作りですいませんって言ってるのがどういう意味かよく分かんなかったんですよ。あそうなんそれが実はそれ会社とか関係なくやってるってなってこれだけの記者さんを集めて自分たちの言葉で喋ってるんだってなった時に衝撃的な事件起きてるぞ。 っていう、そうやろうな、そりゃそりゃそうやわな。でも、まあ、なですかね、まあ、それもひっくるめて、めちゃくちゃ面白かったですけどね。こんな言い方、よくないんだと思いますけど。<laughs> まあね。もう、も、ま、う、あ、なん、なんというか、芸人さんって、いったら、面白おかしいこと言うっていうのもあると思うんですけど。生き様だったりするじゃないですか。まあ、そうやな。僕は、なんか、そういうふうに見て、うん、憧れて、入ってきたので。うん、なんか、すごく、これは、うん。 お笑い芸人さんだぞってすごく思ったんですよ<ー>すっごく面白くて、うん、宮迫さんの代表ネタっていうか、うん、代表作30年以上やってて、うんはい あのアメトークでもなければ、ワンナイとかでもなく、代表、ね、作この記者会見、いやあれはすごいっすよ。<laughs> まあただそのいろんな番組やらせてもらってたけど、はい、おそらく長いお笑いしの中で一番俺として残るのはあの記者会見があったよね。うん、いやー、僕ああいう芸人さんの記者会見で言うと、うん、あのケスさんが、うん、殴り込みにい でその後の記者会見とかも YouTube に残ってるんですけど、うん、結構定期的に見ちゃうんですよ、えー、なんかそういう節目になる記者会見を経験した芸人さんってまあ少ないと思うので、うん、確かにすごく僕は魅力的だなと思ってるんですけどねあんな記者会見もちろんしたことないやんないですむちゃくちゃ怖いでいや分かりますよしかもだって、うん、会社関係なくやってるんですもんねそういやあれはすっごい こんな気持ちなんすか 2>, 2日間でも,、はい、もうほ,ほぼ寝てなくみんなでもうとにかく段取りして、はい、警備員やら何やら全部段取りして、うん、もちろん全部自腹でやってさででいいいよよよももう来ると司司会の人はもう本当の司会ののの人人本当じゃないんですよ、うん、弁護士会社の女性の方に「昔なんかイベントで司会したことある」って言って「申し訳ないけど初めての経験やと思うけどちょっと司会を頼んでいいですか?」とかやって全部やって何よりも。 さいざ本番ですで亮と2人で「行こうもうこれはもう嘘絶対つついてあかんからなもう全部全部本番のこと言おう」って言ってひっこってバッて出てさバシャ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 になるやんかで200人ぐらいおったんかなあんなはっきりとした敵に見つめられたことがないわけへえもうやったるからなんですねいろいろ突っ込んだるからなんかブもう全部刺さんねんずっと「いたいたいたい って思いいながらなんて挨拶していやすごかったもうもう二度と経験したくもないしあれは経験できないねいやすごい空気でしたもんねそれでそんな気持ちですっごい精神繊維やったのに芝居してててるって言われてる、ね、<laughs> それもねでも、うん、でも芝居だって疑いたくなるぐらいすごくいい会見だったんだと思うんですよ うん、あの会見の内容がひどかったっていう指摘じゃないじゃないですかあまあねふざけんなじゃなくてうん、うん、芝居かと思ううほど良かかかったったていいじゃななですかん命がけで喋ってるなーというのがいやでもそれはそうもしかすると人生が完全に終わってしまうのかなっていう気持ちのままやってたただもう全部正直に言うべきことやったんで決してだから吉本興業を責めようと思ってたわけじゃないんですよそれはもう最初に全部 全部を言わないと今後また違うことで突っ込まれたりするとうん、うん、それこそもう人生終わってしまうからうん、うん、これは行くしかないよねっていうことやからまあででも二度と嫌ですであの記者会見に至る前までもかなり辛い目にああってたわけじゃないですか <laughs> まあね実際その会見では言うてましたけど、はい、まあでもいやもうトータルもう一回言うけどやっぱりそれはもう俺のせい一番最年長やった俺のせいやから。 そこはね、うん、誰を責めるわけでもなくやっぱ自分が一番のねもしかすると、うん、も,うもっといい解決方法とか、うん、何かしかたくさんあったと思うねんけどそれは見いだせなかったねあの間,の間ではあの件って結構理解してもらえないもどかしさもありませんかある、うん、言言葉葉だけがが先走っっっちゃってて、うん、闇営業いいう言葉がすご強 わーっとなっっててしまって問題の本質と違うところでみんなが議論してる辛さってあったと思うんですよあったよその <はい S 1> もちろんもう会見では言い訳になったらあかんっていうんで言い訳はできなかったけどそれはもちろん言いたいことはいっぱいあったよとんでもない誤解されてることとかもあったし最初にこうバッと来られた時にもらってないって言ったのは記事的にはもらってないと俺が言ってるだけやけど違うね俺は結果100万円をもらってってん。けど 全員100万円もらっっっててたたででしょって言ったんですよ記者の人が。うん、でいやそんなわけないよと。うん、いやもうそれ,それこそ何も売れてないガリッと中の福ちゃんとかもおったし、はい、いや当,当時、はい、当時何も売れてないガリッと中の福ちゃんとかおったから、うんうん、実際。うんうん で何人かいて全員が100万円もらえるようなそんな営業はないよそんなもらってるわけないって言ったんですよ一般論としてそう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 ,そういう相場価格ではないですよ <うん S 2> という意味で言ったんですよで最初に言われた時に俺がいくらもらってるかっていうのも正直ほんまに忘れてたから <うん S 1> そこは事実忘れててほいで全員がもらってるっていうことを否定した <うん S 1> でおそらくその時にもおそらく俺はそれぐらい持てんのかなと思ってたよ実際の会社からの営業でこれ言うてええか分からんけどあの当時まあめったに営業行くことないうん、うん 立場にはなってたから年に1回ぐらいある営業はそれぐらいのお金を会社から普通に正規でもらってたからおそらくそれぐらいはもらってるであろうは思ってたよ思ってたけど俺が最初にもらってないって否定したのは全員100万円もらってますよねって言われたことを否定しただけが記事になって。 嘘をついたっていうことがすごく後にもらってたって認めた時にそれがすごく広まってたけど最初に否定したのは全員もらってたでしょうやとかいうのも言い訳になるからもう言わんでええかって一切言うてなかったですけどねなんかこう誤解されてるところが多いと思うのでしかもこう芸人さんのカルチャーとかその時代背景とかそこら辺の空気感がわかる人も少ないじゃないですかまあね関係性もそうやしそこら辺ってちょっと過剰に戦われすぎてる感じ っていううところもも僕は思ってたんんですよそうかもしらんねいわゆるそういう反社会的なつながりのある人たちとお仕事をしてはならないし、うん、したくはないっていうのは我々もちろん分かってるわけじゃないですかってるよその上でそれのチェック機能が芸能界全体に今までなかったことも事実ですよねまあそうね。 完璧なチェックの方法ってなかったねそれは例えば芸能事務所だとしても、うんうん、あの1件以降を契約書を事前取り交わして、うん、そうじゃないですよねってやるっていうことはできるけれども吉本興業自体も元警察関係者を入れて、うん、そういう企業じゃないかどうかをチェックするにとどまってたことは事実ですよね、うん、その上で今回の件ってその時自体はいわゆるそういう犯罪行為があったっていうことが明らかじゃない企業で、うん、しかもそれが いわゆるフロント企業は全くそうじゃない違うねだから吉本が入っててもこれチェックできない案件だったわけですよね,そねおそらく無理やねはい。わかるわけないあの時点ではねそうなんですよねその後やからね、はい、捕まってるのはだからその時の宮迫さんのもしくは入江さんの落ち度っていうのはどれぐらいあるのかっていうと僕はその時の芸人さんの感覚で言うとないと思ってるんですよです、ね、これしょうがない言ったらそういう ことに巻き込まれやすい人種とか業種だっていうことが今回の件を通して明らかになったのであって意図的にもしくは欺いてそういうつながりを持とうとして営業したっていうことではないということはもっと知られるべきだと僕は思うんですよ、ね、ほんまいほんま細かいことで言うと言いたいことがいっぱいあるのよ、はい、あのその捕まったその一番上の人間は、うん 最初にに大丈夫ななんみたいこととは一緒聞いててて聞いたらしいん俺はそれで予定って覚えてなかったけどその時に入江が「いやこの雑誌に載ってる人なんです」って見せたら言われへんけど某有名なビジネス誌に「美容業界の風雲児」ってもう4ページぐらい特集組まれてるこんなんに出てる人やから「大丈夫です」って言われてたらしい。で別にその雑誌を責めるわけじゃないけどその一流の雑誌もまず気づけていない。何のパーーティ会場 超一流ホテルですからねそこのでかいところを超一流ホテルも貸してしまっているっていうのがあるわけや結果企業も見抜けていないものを一芸人がわかるはずがないもんね、うんうん、そうですねだそれのそのチェックの仕方が、うん、まあ言ったら事前に契約書を交わすっていうやり方はその後から芸能界全体、うんうん および吉本に導入され始めましたけど、うん、それ以前はそうじゃなかったので、うん、あれが事務所を通してる営業なのか事務所を通してない営業なのかに関わらず、うん、そこは理解しておいてほしいですよねそうねそこはもう今言い訳というかまあそこは伝わってないとこは理解はしてほしいかな、はい、だから反射チェックはあの件によって進んだけれどもうん、うん、あの頃は 反射チェックのしようがないという感覚で、うん、みんなやっていた、うん、それプラス吉本のを通す仕事、うん、通さない仕事、うん、議論がもう1個あるじゃないですかあるねまあやっぱりその、はい 今でこそ僕はもう我々のせいで闇営業っていう呼ばれ方になって変わってしまったけどももともとは直営業やっぱり稼げてない子らが自分で連れてきたスポンサーの何がしか営業にお呼ばれして会社を通さずにえ金銭を受け取るっていうのはどっっかかで暗黙の了解はあったからね結構そういうカルチャーってもっと昔の芸人さんとかベテランの人たちってまあなんとなく普通にやってるっていう感覚もあったじゃないですか。 当たり前に例えば先輩に、はい、このあと時間空いてたらどこどこ来てくれへん、うん、ちょっとネタやってくれたらお金渡すわなんていうのはもう当たり前でしたから、うん、<は>いっぱいありましたよね、うん、なんかそこら辺もちょっとこうあんまり理解してもらってないなと思っていて、まあ、でそれも完全に芸人文化の話やからそうなんですよね、うん、でそこら辺で吉本興業が契約書がないっていうことが明らかになってから、うん、それの議論もあったじゃないですか、うん、あったあった そこも含めて、吉本興業って昔もっと、なんだろう、曖昧な企業だったしうん、うん。それをまあ、今の、その経営陣がシステム化してったところもあると思うので。なんかその、何を宮迫さんは叩かれてるのかが。こう見えないまま、謝らされてるんではないかなっていうふうな、に思ってました。うん、でも後に決定団になった、金塊強盗のやつと写真を撮ってたと。はい、キャバクラで、これだけ正式に。 ほんまにもう一回否定させてほしいねんけど飲んでないって1ミリも飲んでないからそれち,、ま、ちょっと待ってくださいちっってあいいあびっょ、いきますねってみます